はいどうも、ネクロスです。さあ今回も取り上げていきましょう。前回ここのねゲルドの会員証やったっけ、取ったところで魂の神殿に向かっていってもいいんやけど、まあハヤブサじゃな、ハヤブサじゃねえよ、ちょっと待って、ハヤブサ氏が出てくるわ。ヤブサメで矢立て大きくしてもらいましょう。今40本まで入るんやけど、まあせっかくここにおるんやし、ここのイベントは全部終わらせてから行こうかな。お金になるな。これでエポナの歌を読んで、エポナの歌を呼ぶんじゃなくて、エポナの歌を吹いてエポナを読んで、あ、エポナ盗んでないから無理やん、これ。そっかそっかそっか。まあいいや、じゃあここは後回しにして、魂の神殿先行くか。で、この原因の砂漠の越え方なんやけど、左 SSH フレームターンを押して、もう、いけるかな、ちょっと動いちゃったけど。して、そっから後ろ歩きするだけ。これで最初のリューサーを飛び越えることができて、はい、吸い込まれないよ。で、横飛び、で、後ろ歩き。手前に旗が見えたら横飛び13回やったっけな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。で、後ろ歩きする。で、こっからずーっと後ろ歩きでいけると。よーし、ここまで来たら、こっからは、本来は、誠のメガネ使っていくんやけど、いや、今回はね、さすがにもう、ルート覚えてるんで、誠のメガネ使わずに行くわ。いや、ここで誠のメガネ使って、さすがに、あかんで。で、ちゃんとこう、ルートを覚えていくことによって、誠のメガネなしでもこうやって行くことができると。でも、ここで誠のメガネ使うのはないな。さすがに。で、ここの木箱周辺に来たら、あとはもうゴール一直線なんで、ここでね、案内人は別の方向に移動させてくれるんやけど、あそこに旗見えるやろ。あの旗にもう直線するだけでゴールできるんで、このまま行きましょう。まさかここで誠のメガネ使うやつなんかおらんやろ。というわけで、巨大邪神像。ラストダンジョンやな。いや、ジャブジャブ残っとったわ。この巨大邪神像が、めちゃめちゃめんどくさい。っていうか、魂の神殿がもうめちゃめちゃめんどくさい。とりあえずアイテム欄を埋めるために、ネイルの愛もらいに行きましょう。ネイルの愛へと、使う場所ほぼなし。待って、虫ねー。これ爆弾とボム中の数少ねえなー。ボム中と爆弾がね、必須なんよなー。これ爆弾とかこの辺からなんか出やんかったっけ？これ前はハートしか落とさんやろ。ここ出やんかったっけな、気のせい。魔力か、いらんな。あ、なんかこっちも魔力やった気がするけど。ジルビーかーい。けどこの上にアモスおるから。ラッキーラッキー。おっしゃ、爆弾ゲット。こいつ、50% の確率で落とすから、まあまあ、理論値、理論値。で、出て入ってって繰り返すと、シークさんが登場して、最後のワープソングかな。魂のレクイエム。マクドナルド。で、神殿内でセーブして、さあ、やってこか、スピリットホバー。まあ、ボム中が最悪、こんだけあるから。おーい。なんかうまくていかんと思った。これ、あれか、マスターソードじゃないから、これタイミングちゃうねんな。わかる、この、この、納刀してる状態から、このタイミングと、ダイグロン刀やったら、こいつね、一回、この状態で B を押しても、出してから入ってやるから、2回押さなあかんねやんか。で、連打しとったら残像機やりにくいし、みたいな感じで。あんまり第五論闘での残像機おすすめせんで。マジふざけんなよ。クソ野郎がほんま。ざまみろバーカバーカバーカ。Thank you.
よしよしよし。これでミラーシールドやけど、どないしよっかな。ミラーシールドシャワー。銀のグローブでも取っとくか。一応これは子供で取るアイテムなんやけど、まあ簡単に大人で取れると。ごまだれー。黒のグローブバイバイ。一応劣化はしてるけどな。子供の腕にはブカブカだ。何を言うとね、お前は。大変だ。知らないお姉さんが捕まっている。一旦これ出入りして、リスポーンじゃなくて、リスポーンポイントあってるな。を設定しておいて、これ設定しとくと死んだ時に上に復活できるから、まあ、セーフティーセーブっていうか、セーブではないけど、セーフティーになるわな。オッケー、スーパースライド。オッケー、一発決まっていく。はい。やったぜ。あとホバーブーツ滑んなよ、マジで。マスターソードもいりません。オッケー。これでミラーシールド。やったぜ、ミラーシールド。あとはダンジョン逆走していきましょう。今やった、この外から登っていくのがスピリットホバーって言われる、まあ、魂の神殿をホバーして登っていくのが、まあ、スピリットホバーになるんやけど、それをやったって感じやな。まあ、スピリットホバーは前動画紹介してるんで、それを見てくれい。で、ミラーシールド装備して、なんとなく青にする。見ろ、この大ゴロンドのこの圧倒的破壊力を。あー強っ、あー強っ。爆弾ちょうだい。さあ、理論値か、二つか。まあいいでしょう。よし。これ一瞬当てるだけでいいっていうのがいいよな。風のタクトは、長時間って言ってもまあ1秒2秒やけど、長い間当てなあかんくて、しかもその風タクのゲームキューブ版は、縦を構えながら主観視点っていうのができるからいいんやけど、風たくの HD は縦構えながら主観視点でできひんから、クソやねんなぁ。あぁ、待って、ビーモスか。ビーモスだぁ。これ、時岡でさぁ、時岡 3D でさぁ、これフックショットジャンプで登っとった懐かしいな。てか、フックショットジャンプがなんか懐かしいわ。あの技なぁ。かっこいいよな、あれ。さあ、いつもの場所やってきましたよ。よけい。壺壊れろ。そしたら、ここに、フロルの風をセットしておいて、必要なのが爆弾フックショット。で、OK です。ここでフロールの数セットしてセーブしておきましょう。こっからボスキースキップやっていくんやけど、これがかなり難しい。シャイ、決まった。結構時間かかった。ええ、なんか動いてる。え、なにこれ。ええ、なんか殴ってきる。え、なにこれ。ええ、なにこれ、なにこれ、なにこれ、なんで。え、なんかした俺。え、これトアプリのさ、ボスフラグ的になんかあれじゃないの。待って、これもしかしたらこれ発見した俺になるかもしれん。これ何これ？お、これ知らんねんけど、これ。なんなんこれ？なんか、ムービー中に動いてる、なんか反則のやつおんぞ。え、バグ使ってんのは反則かって。やかましいわ。あ？もう殴ってる。
やせこすぎえ、マジなんなんこいつ。本気で謎。こんな見たことねえもん。当たんねえよ。うおー、リバースナックル強。やっぱ怖っ。当たんねえよ。ミヤコの大五郎とのこの圧倒的リーチを。アップね、今。死んだかと思った。で、このムービースキップもできるけど、ちょっと、興奮しすぎて、ちょっと、忘れとったわ。ちょっと待って、なんか死にそうな予感するんですけど、ねえ、魂の神殿後にしとった理由、ここで死ぬから、死んだらもう、最初からやり直しになるから、それが嫌やから、あれやのに、ハートずっと集めて、最後ら辺に回しとったのに、死ぬんですけど、ナイスババア、オッケー。これで終わりかな。まだあるんけーい。ナイスババア。俺のエイムロック、終わった。サグ当たってませんよ。どうした、どういうこと。なんかさっきからなんかバグってない、なんなん。なにこれ、最後ダメージ与えてないよ。なんなんこれ、ほんまにどうした。危ねえ。なんか今日の塗料がなんかおかしいな。はい、オッケー。さあラストも頼むよ。オッケー。で残像剣して、あれやったら、あ、弓矢出さんでもいけるか。あお、終わった。弓矢出そうかなとか思っても、出さんくでもいけたわ。強かった。ツイッター見とったらなんか勝手に成仏 してたわ。おっきいハートの器取りましょう。これで最後から2つ目のハートの器。あとハート5個やな。めっちゃモリモリするやん。で、これがパート1か2か3か4か5かなんか言ったけど、闇の神殿か、闇の神殿と魂の神殿に限っては、RBA とかで先にメタル取得しとくと、そのムービー自体がなくなるんやけど、まぁ、今回は RBA してないんで、ムービーはカット。おぉ、なんかおっさん出てきたわ。よーし、帰ってきたよ。そしたら、セーブリセットで、おっさんが呼んでたから、時の神で行って、光の矢もらいに行きましょう。で、この光の矢のデッドのフラグっていうのが、闇の神殿と魂の神殿をクリア。ってか、まあ、メダル、その二つのメダルを持っていることになってるから、このまま戻れば、世界一って何や。時岡史上一番長いムービーの光の矢の取得のムービー。この時に B ボタンが8B になってると、もう大変なことになるから、このムービーを見るときに絶対 B ボタンは空き瓶じゃないようにしておきましょう。じゃないとボトルアドベンチャーってバグが発動してもうて、 C 右のアイテムが例えば爆弾とかにセットしとったら、いや爆弾は切るな。とりあえずやめといた方がいいわ。お、パート1のときにおったおばさんやん。範囲雨のついた弓矢。さあ、やっと長い長いムービーが終わりましたと。で、ようやく全種類の弓矢、この矢が揃ったんで、ちょっとやってみたいことあんねんな。これどうなる？あ、そうなるんか、そっか。あ、てっきりさ、全種類の弓矢装備できるのかなと思っとったら、ちゃうんか。一種類までか。へえ。で、別のアイテムを今度はイクイプスアップで装備できるよっていうやつなんかな？かな？かな？いや、二つまでかな？イクイプスアップで装備できるのは。これ以上装備できるのってあるんかな？ないよな。いや、待てよ。ワンチャンいけるかもしらん。
あー、いったー、全部大人のアイテム来たー。ちょ、外行こう。なんか半透明になってるし。よーし、全部大人のアイテム来たー。だからなんやねんっていう話やけど、やべえな。しかもさ、これさ、マスターソードも装備できんねやんか。あの、ガノンドア使えば。っていうのも、ガノンドアもう使ってもうたから、ちょ、マスターソードをこれ、ビデオボタンにセットってことでできへんけど、まあ、この実況シリーズのパート1か2か3かその辺で、マスターソードを子供で装備してるんで、それと、その状態でずっと続いといて、このエクリプスアップしたら、もうすごいことになるな。完全に全部大人の装備やけど、見た目は子供、頭脳は大人みたいな感じになるな。